防衛省は瀬戸内町の須手地区で自衛隊の新たな港湾施設の整備を検討しています。これに向けたボーリング調査を行うための準備が現地で始まっています。防衛省は南西諸島の防衛力強化に向け、自衛隊の艦艇による部隊輸送や物資の補給の拠点となる新たな港湾施設を瀬戸内町の古仁屋港近くの須手地区に整備する方向で検討しています。これに先立ち、防衛省は現地の地盤の強度などを調べるため県にボーリング調査の実施を申請していて、県は今月17日付で海上15カ所、陸上3カ所、陸上3カ所のボーリング調査を許可しています。現地では昨日からボーリング調査に向けた準備作業が始まり、今日は海中に戦時中の不発弾がないか探査機で調べたり、海上に設置する足場の資材を荷台から下ろしたりしていました。本格的なボーリング調査は週明け月曜日の27日以降に始まるとみられます。